皆様こんばんは。今日から新しい1週間がスタートなのだ。子供たちも勉強に部活動に忙しい日々を送っております。少しずつ練習時間も1日5回5分できると何か嬉しいサプライズがあるんだよ。今度は何か美味しいものがあるかにゃ。猫や犬たちもちゃんと首輪にお電話番号にお名前、牛たちも鑑識番号がついております。大切にお子様を預かるピアノ教室でございます。怪我や危険からお守りするお子様やお年寄りを優先してあげましょう。先生ものんびり急ぐことはないのです。クレメンティ。文字を読むのには虫眼鏡がいりますね。
河川や臨時記号の曲を弾くときもちゃんと書くことで読浮力もつきますが、実にいろんな曲を弾いていますと、一休みしながら今日はこの楽章だけ練習しようかにゃ、一休みして今度は次の楽章を練習しようかにゃなどと、リラックスしながら無理をしないで学ぶことも大切になってきます。お子様の安全、お子様や高齢者の方を優先してあげましょう。先生は何も急ぐことはないのです。ドアもきちんとお先にどうぞ、我先にと走っては転んでしまいます。何も慌てることなく、お年寄りや子供さんを優先してあげましょうね。それではバイバイキング。